なんで卓見心の基礎が学べる本では2日目に行、えー、きましょう。はい。えー、ここちゃん、えー、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2日目に学習すること、法律の仕組みだそうです。はいはい、受験勉強を始める前にまず基礎知識なて。でもさ <laughs> こういうなんていうのかな、まあまあまあ自分で言うのもなんだけど、高校生とかにさあんまり小難しい入りじゃなくてさこういう優しい入るのもいいんじゃない、高校生大学生ぐらいでさ。 知知ららななかかっったたでしょこれでもさ法律の仕組みとか法律どうやって作るのってのは確か習ったんじゃない中学か高校か。らしいですね。<laughs> 関心は <laughs> まるで。ないよね、何にも覚えてなかった。二点とかでしたから。あの。な、なって、待って。百点ですよ。その、そのな中学、高校。高校。そのこのこのたぐい、政治経済とか、現代社会。そう。あんまり関心なかった。関心なかったですよ。習ったということすら思い出せないですし。まるで、じゃ、興味もなかった。なかったです。んだろうね。はい。 それが宅見試験に合格したという、そうなんです。声を大にしていたいですね。はい、誰でもわかると、あの<だ>時間を確保して勉強していただければ、そうだね。やり方さえ間違いないが。やることやれば、はい。うん、まあそんなわけで宅見試験は法律の試験だったっていうのがまず、あでも知らなかった？知らなかったです。まあ、あのちょっとごめん、あの話が前後して申し訳ないが、その、はい、えーと。 まあ、お母さんだけが宅研取ればなんて言われてて、はい、で初めて宅研を受験するあたりのその辺のことなんだけど宅、はい、研試験って言われてて何の試験だと思ったまあ、うん、もうシンプルにもそのその時の素の状態でいいんだけど素の状態で言うとあ<ー>まあ不動産業、うんまあ,あ挨拶の仕方とかさ <laughs> 営業トークとかさ 売り方として正しいのはどれかとか間取りとかルールぐらいだと思ってましたね業界のルールーーこんな法律ががっちり縛ってるなんて思ってもませんでしたし、はい、面食らった面食らいましたよ,よ、ね、多分そういう人多いかな宅建やろうと思って実は法律の試験だった知らないいるかねいるか いいますよ,よ、ね、いたんんだもそういう皆さんのためにですね法律の仕組みで受験勉強を始める前にまずは基礎知識という、えー、56ページですけど、はい、えっと結局ここはさ法律,法律だよっていう話と、はいあのー、宅建試験って別にその物件価格の査定の仕方とか物件調査のテクニックとかそういった類の話じゃないぜというのを、はい、一応。うん ああとととと間取りの作り方とかさ、うん、あとインテリアと間違えちゃってるもいんだよねいるんですかそれは初耳だからほら間取りがあってベッドルームにはどれくらいのベッドを置いて色がこうだったらかカーテンはこんなんでとかそういう試験かなという人もいましたけど、はい、こ,の間この間面白かったんだけど「宅見って何級まであるんですか?」って聞かれて「<laughs> <laughs> いやあの宅見は宅見なんですけど」みたいな。 まあ9あるとね面白いですねまあ2級とか1級とかさ多分そういうのもあるからね,、まあ、ねありますもんねファイナンシャルプランナーですし,、うん、しね、はい、だからそういうふうに思ってる人もいるみたいですが一応宅見は宅見でじゃあその点1回取っちゃえばいいということで、はいね、まあそうだよなえっ、ー、とさあそっか法律にはどんな種類があるのかってところで58ページなんだけど えとこの法律っていうのはこれ毎年ね作られたりしますのであのー、まあこのねこれ出版本書いた時とはまた数字ちょっと変わるかもしれないですけどざっくり言うと、はい、憲法はまあ1個これはしょうがないよな、うん、まずこれを基本にしていると、はい、でそれから法律がまあ2000弱ぐらいあって政令とか省令この辺が分からないよね分からないです知らなかったじゃん まず、政令と省令があることも分からなかったでしたし<う>分かれているっていうことも分からなかったでしたし、ねね、知らなかったです。あもう憲法と法律、うん、2>, 2つのみ、まあ、わな,なんとなく知っていたと。59ページの方で、宅検試験で法律するあ登場する法律はまあ一応。まあ 前回かなちょっとお話ししたんでこんなのがあるよと,、はい、えとそれでですねさあそうか政令とか省令ってのあってなんだろうとね思いますね。令令だ省令だ省が一番出てくるでね「宅地建物取引業法」っていう法律をまず勉強してもらおうっていうことなんだけど、はい、これは国会で定めます。はい 知ってたよね。知らなかったですよ。<laughs> 習ったはずだろう。立法ってやつだけどさ、知らなかったですよ。<laughs> 法立法ね。ちょっと待って <laughs>、まあっね。法律って誰が作ってると思ってたっていう話をちょっとするけど、はい、そもそもそういったことに関心があったかなかったかと言ったらまるでなかった,かったです。誰かが法律は作ってるのかなと思ったの。 思ってました。違うんですか。あ、だ、いや、誰かが作ってるんですよ。作って,です今でもてます。ええ、誰かが作ってるんですよ。誰かが作ってるんですけど。<laughs> うん、ええー、タジたじとしてますね。大さじ、ね。<laughs> 作ってますよ。えー、っと、それで宅地建物取引業法というのがあるんだけど。はい、えっとね、事細かに全部決めないのよ。で、時代時代によって、その数字的な話とか、その。例えばに、まあ、ボリュームとかね、なん、なんつうんだろう。 あのその年々によってちょっと可変変えてった方がいいこともあるんで法律であんまり細かいとこまで決めちゃうと法律の改正ってことでちょっと手間がかかるんだよね。なので法律では大体こうしてちょっと細かい微調整は思考例とかね思考規則と呼ばれるものをこれ入れ込んどいてその部分をちょいちょい変えるとるこういう運用をしていくということなのよ。はい えー、例えば営業保証金の供託っていうってさ、法律自体はあちょっと見ていくと、覚えてるかね、61条で第25条、でね、宅研試験で勉強するときに条文ってそんなにさ、条文番号とかあんまり気にしなかったじゃない。気にしたことなぜかというと、条文とかを気にしなくても、まあ、解ける試験ではあるし。 えテキストなんかもこの条文のこの内容は割とわかりやすく書いてるんだけど、はい、まあせっかく法律を勉強するということですから、まあ、例として、はい、えちょっと読んでいくと、はい、え25条宅地建物取引業者は営業保証金を主たる事務所の最寄りの協託所に協託しなければならない懐かしいね難しいですね難しい懐かしい懐かしいですね難しかったこれ難しかったですよこれ何も知らないんですから 主たる事務所の最寄りの教託所っていうのがびっくりしちゃう、うん、<初>まず教託所って何<あ>っていうところから始まりましたので。いいこ、ね、ううことかそういうことかそううなるほどね。で今、まあ、世の中に教託所、まあ、法務局がやってるんだけどまあまあそういうのあ今は分かるんだよね。 うん、分かります <laughs> でも <laughs> <る>法務局がやっっててるんだって思いました法務省とかいうああいうところが2、えー、っと言うんだけど一の営業保証金の額、はい、さいくらですかと、うんえー、主たる事務所およびその他の事務所ごとに宅地建物取引業者の取引の実情および、えー、その取引の相手方の利益の保護を考慮して 事実上だからこういうふうな言い方にしててさ、はい、まあ要はその時々の状況に応じてってことで,で物価ほらまあ300万で事が足りる時代があればいやもうちょっと高い方がいいんじゃないのって時代があってでそれはだから政令で定めめる額とするこういうい決め方なんだよねでテキストなんかだと「政令の金額」をもうここに入れ込んじゃってたりするんだ。 だから、政令とかを、ね、あの目の当たりにしなかったかもしれません。なるほたそうですね<う>テキストではね、うん、いくらいくら1000万500万とかて、はい、書いてあるからで多分テキストの方で取引のこの二25条の枠内の二の,の2行目だよね取引の実情及びその取引の相手方利益の保護を考慮してとこういう言葉も多分載ってないかもしれない。 これ単にさ試験あのテキストなんかだと、え宅建業者は免許を受けてから、うんえー、開業するのに営業補金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなきゃいけません、その額なんですが、主たる事務所で1000万、獣たる事務所で500万、これの合計額です、一括供託だよ、そういうふうな書き方なんじゃない。 それがね,ね、うん、分かればなんだかんだう解けるっちゃ解けるんだけど実はこうなっていたというこ、ね、と理解しやす,いですね。でそれでじゃあこのじゃあ政令で定める額とするというんで62ページを見るとこれ「宅地建物取引業法施行令」っていうの、ね、このねこの「政令」っていうふうになってないんだよね。うん、で政令で定める額政令はどの政令ですか はい、宅地建物、土石業法、施行令ですこういうふうな言い方になって、はい、政令というカテゴリーで具体的にはこの施行、まあ、令こういうことでさ、はい、この,の2条の4、営業保証金がここで、えー、1000万、500万とこういう,うになってたわけだね。でね、これ、私があの受験をした頃 <laughs> いつ受験者が知ってるおっさんが、いつですか昭和62年。20歳の時 でしたっけ先生が23歳ぐらいじゃなあ23歳ぐらいお若い23じゃないかなね24歳の頃にほら卓球試験受かっていい気になってバイクで日本酒行っちゃったんだからさ、はい、23歳の大沢先生なんて君より若いんだ若いですよああ随分と若いですガキじゃない ガキですよ。ガキだったよね、うん、それ頑張ったんだ、あの時。すごい、素晴らしいと。<ー>私二十四歳の時、宅建なんて、まず、そもそも知らなかったですから、ね。<laughs> そうだよね。資格の存在自体。<laughs> そうだよな。はい、それで、この時、あ、それで、その時ね、三百万と百五十万だったんだよね。せ、併合初期。<laughs> 営業保証金主た、うん、る事務所で1,000万で普通は主たる事務所、まあ、本店だよな、まあ、1個あるから、まあ、大体どの業者さんでも1,000万ってのは営業保証金としていや、まあ、あの手,つ手をつけない金レーを、ねまあ、用意しておくで何かあったらそこからべ弁済しましょう、はい、で昭和63年の時は300万だったんだよね安くない安いでねマンション価格がどんどん上がってたのバブル時代で、うん、だから2億3億 っっていうのもあったし、ね、オークションなんて聞いたことあるかな、うん、誰でこけちゃってさで営業保証金が宅建業者が手,手つかずの真水、うん、お金まあ予備,予,備予備金だよね予備のお金300万しかないって言うんで少ないんじゃねえかって言うんでね、うん、それでじゃあこれを政令を変えて上げてったとなるほどそんなことがこうありましたねはい、はい、ところで法律って誰が作るの <laughs> 3番 <laughs> <laughs> 誰が作るんですか <laughs> 三,権分流三権分立三権分立の方でね聞いたことありますねね、うん、これなんだか知ってないよね知らなかったやったんだよ多分中学校ぐらいでやったんじゃないの遠い記憶すぎてね,ね,ねちょっとまあだからさ立法権行政権司法権 難ししくなりました、ねはい、急にね,ててすね立法,、まあ、法律を作る権限これね以前はですねどうなって三権,流、まあ、三権分立三権分立こういうふうに言ってんだけどこれはね今こう権力をこういうふうにつに分けるっていう仕組みでやっててまあまあうまくいってるんだけどその昔どうなったかっていうとですね63ページ、はい、ホームページ首相官邸ォ k i d s というる <laughs> <laughs> 子供が分かってるというんだけど。 あの博士二番目のセリフかな。えー、権力が一箇所に集まると行き過ぎが止められなくなるからじゃ。例えば昔ヨーロッパの多くの国で王様が大きな力を持っておってな。自分の好きなように社会のルールを決めちゃうんだよ。それで自分で適用すんの。んで法律つってもさやっぱ言葉だから幅があるじゃん解釈の、はいで。それでほらたまにこう世の中でわわやるでしょ。解釈がどうの。それ自分でやってそれで。 あの今度その自分でこいつダメだと思ったやつは自分で裁判やっちゃったっていうだから、ここれれどどううすすごいでねだからさあの、まあ、ルール作る人がいました、うん、でそのルールをルールを使って物事を運用していく係の人がいますよ。 で、そのルールに違反した時のペナルティを考える人がいますよって、三人で分けた方がいいんじゃないかっていうような。うん,う,んうん、うん、そういうことなんで、今まではひ、ひ、一人がやっていたと。一人がやっていたと。ルイ十四世とかルイ十四世とかね。ベルス、ベルバラ。ベルサイユ、あれはどう、はい、どうするんやっけ。こ、ベルサイユのバラって、ど、どんなストーリー。あんた、宝塚好きだった。好きです。どんなん。フランス革命の時代。です、ね、あ、だよな、だよな。はい そうだよね。で、あの、だから、ルイ十四十六、出てくるんだろう。十四か。十四ですよね。皆さんも好きな方いらっしゃいますか。十四だった。十四世が出てきて、太陽王だかなんだか。太陽王だ、なんだか。そう、そういうのやるんでしょう。あの。でね、マリアンとアネットが。あ、で、それは出てくるの。宝塚でも出てくる。出てきます。ああ、それでさ、コンコルド広場でさ、ギロチンでやられちゃう。うん、やられる。それも劇になってるの。 えっとね、いや、うん、宝塚の「マリー・アントワネット」にもいろいろあるんですよあですマリー・アントワネットじゃなかった失礼しました「ベルサイユのバラ」あそうそうなんだ何編何編ってでちなみにああのちなみにここちゃんが好きなのは、まあ、見たことあるのでもいいんだけど、はい、私が好きなのは、はい、えーっと

あのパンがないっていう人にさケーキを食べれば、うん、っていうのもセリフであるんですかありますあります。そ<の>あないそれないの。の宝塚ではない。<laughs> で宝塚ちょっと,ょっと俺も粘って聞くけどさ <laughs> <い>宝塚の「ベルサイユのバラ」ってトーンとしては恋愛ものなんですかあれは恋愛ですね。ルイとアントアネットの 違うね、うん。どちらかといえば、オスカル様。あ、オスカルさんいるのね。はい。あ、そう、そこが,俺が。オスカルが主役ですね。オスカル、誰。オスカル実在しないんですけれども。<ー>そう。女性なんだけど、男の格好をして、うん。あ、そんなんがいるんだ。そうなんですよ、こ近衛で。へえ。あ、そういう話なのね。うん、ああえー、じゃあ、ミミズク博士と。ミミズか。<laughs> まあ、ちょっと、いうと、そういうこと、フランス革命の時代もそうですし。今ですとね、キングダムっていう漫画みたいってことですよね。ああ、そうなん。知らない、知らない。好きですよ。そうですか。まあ、そういうことで、一応三権分立、三権分立っていう話なのよ。はい。それでですね、法律ができるプロセスっていうのが六十四ページに一応書いといたのね。あ、けえっとね、憲法、憲法第四十一条。 っってていうのがあ,って、はい、あ憲法っていうのはあのー、大事な法律でさで、ね、あれはね国,国に適用するんだよね国に適用する国は国民の権利を守りますみたいな話でさ、うん、今まで踏みにじっちゃった時代があったでしょうとこの人類といういろんな国でねだから、あのー、国家権力をこ国民がコントロールするための法律が憲法なのよ。国のの唯一の立法官であるっていう風に 言ってるから、あの国会じゃ国会だけが法律を作れますと。で国会議員というのは誰が選ぶんですか？た国民ですっていうで、中東民主主義とこういう話になってるわけなんだよね。思い出しましたかというか。言われてみればそうかなって感じ。そう言われてみればそうかなっていう感じ。なるほどな。ま、どもっと子供たちにもこれ厚っ,っぽく説明してやったらいいんじゃないかなと思うんだけどね。うん、そうそうそう。衆議院とかあってさとかさ。うん ねまあ、まあそれはまあいいとしてそれでだな今度ね、えー、っと65ページで「この法律は誰に適用されるんですか?」って、はい、法律作るじゃんでその法律は誰に適用するのか逆に言うとだから、えー、っとこの法律に違反できる人は誰ですかそういう話なんだな、うん、で宅地建物取引業法は宅地建物取引業者をまあ対象と、えー、しています、まあ、そんな話なんだけどこういう見方も面白いんじゃない、はい 面白いですねこのね、うん、違反できるのは誰かっていう点がそうだ我々は例えばさ弁護士法とかには違反できないんだよ。弁護士し護くてもできない<護><う>旅行業法にも違反できないし <laughs>、うん、放送法にも違反できない、はい、なぜかというと放送局ではないと、うん、そういうふうに考えてもらうといいかもしれません、うん、えところがまああまねくですね、まあ、広く適用するということでいうと民法なんかはさ この731条で男は満18歳に女は満16歳にならなければ婚姻をすることができない。これ知ってる知ってる。ててね、はい。で民法で決まってたってことは知らなかった。民法で決まってただからその18歳で結婚男の子は18で女の子は16でなんて話はまあ何かで聞くじゃない、うん、その子供の頃とかまあ。法律っていうのは知ってましたよ。あ、知ってたうん。 知ってた731条って知ってた知らない、小学生で、え、それはまあまあ、民法731条だよね <laughs> とかって言わないですね、うん、でこれがね、2022年,年4月より、男女とも18歳変,変わるんですね、これがね、うん、はい、えっ、ー、と、それからですね、賃貸借の存続期間が50年になるとかさ、うん、こういう感じでね、あのー、いろいろこう法律ってありますと。はい、それで えとねまあ、67ページの借地借家法第29条第2項などがあってさ建物の賃貸借の期間、えー、民法604条の規定は建物の賃貸,賃貸借については適用しないというですねこれ特別法ってうんだねだから建物の賃貸借については50年じゃなくてもっと長くてみいいようとかさ、うん、えそんなのがあったりしますのでこの辺を織り交ぜながら、えー、確認していきましょうと。 あとそれと68ページで裁判の仕組みってうんだけどさその司法というところで裁判所絡みの話がまあ多少出てきますけどこれは知っておりましたかなんとなくねなんとなくなんとなくですよでももうほぼ知らなかったですまず第一審第二審、うん、で第一審から第二審は控訴,控訴で,で第二審から最高裁が上告っていうんだね これ間違っちゃうかっこ悪いっていうでも試験だとあんま出てこないけど一応こういうえ裁判の仕組みがあります、はい、あと刑事裁判と民事裁判が意外とみんなこんがらがってる六十九ページかな、うん、これも知らなかったかなこんがらがるというか、はい、考えたこともなかったですけどね私はそうだよね <laughs> う <ん S 1> そうだよね。<うん S 1> 皆さんはどうですか聞かれてる方たちは知ってるのかなわかんない,わかんないあの離婚した人だったらあかんじゃないはい 離婚で裁判ってあれは刑事ですか民事ですか。なんとなく民事かな思いまよ、ね。そうなんとなく民事、ね。別にあの刑事っていうのは。はい、<laughs> 例えば刑法なん、なんとかの法律に違反して、それを裁くってのは刑事事件だけど。うん、まあお金の貸し借りだの分かれる分かれない、まあそのまあ契約、契約ってことだよね。あの、あ、結婚って契約なんだよね。はい、そうですね。うん、愛じゃないんだよ。愛じゃない。契約なんだよね。だから債務不履行、いや要は。 ねえあのー、なんでそういうことすんのみたいなそ約束違反じゃないなんてことが成立して損害賠償ってことになるんだけど、えー、刑事と民事に、えー、違っております、えーっとね、民事裁判の方ってやつで金銭の支払いなどをめぐる民間人同士のトラブルを、えー、民,法あ民法でこういう権利がありますどうですってやってて実際にその裁判を進め、まあ、裁判に持っていくというのかな、えー、それ民事訴訟法とかいろいろ法律があるのよあと民事保全法とかさ、うん 仮差し押さえととか聞いいたことないありますある,もあるのもちゃんと法律があってそれでこうわわやるんだねで刑事裁判の方は国家対民間人で法律に反すると罰金や懲役ってあるこれはさ刑罰はあの国家が課すんだよねわかる民間人同士がさ、はい、刑罰下しちゃダメだよねねそうです、ねね、だからこういうのは国家しかできませんとかっちゅうような話がちょっとありますんでここ面白かいったかなと思って。 えー、70ページは一応その辺のことちょっとね、宅っ試験だってあんまり出てこないんですけど、財刑法廷主義とかちょっと書いてみた法学部だった頃の片ええー、だから70ページの一番下で、えー、っと刑事事件の方だよ、でやれ、罰金の刑とかさ、結核事出てくるんじゃない、罰金の刑とかさ、はい、懲役とかさ、うんえー、どれを犯罪とするか、刑罰はどうするかっていうことを法律にあらかじめ書いておかないとだめです。 でそうじゃないとさ法律書いてないのに逮捕されてでなんかそういうおかしなことになっちゃうでしょ、はい、だからこういうことはこういうペナルティ刑罰がありますよで法律なければ犯罪なしってことで罪形法廷主義という言い方をするんですね、はい、で71ページ国家権力を法律で縛る。 逮捕されたり何だったら国家権力の行使で国家権力イコール国の暴力だからさ、はい、でもあのまあ国家権力を使って何かやら解決せ,せ,せざるを得ない残念ながらねそういうこともあるじゃん人間社会だか,、うん、だからそれは法律でコントロールしていくしかないんじゃないですか暴走すると危ないでしょっていうことがそうです、ね。 いあと判例というのが71ページ判例もよく出てくるね判例出ましたね、はい、でちょっとこれ読んどいてもらうかはい、うん、判例変えりゃいいのになっていう判例もあるけどな思いますね, <laughs> けねだけど判例ってねうん本当にそれからあと条例地方公共団体の条例で定めるなんていう言い方もうん出てきたかなあの日,日陰規制なんかそうじゃない そうですね、日陰規制日営規制な、うん、建築上の,あの条例だけどその条例が73ページにと、はいえー、で74ページの、えー、新聞記事でお勉強はちょっと古い記事になっちゃうんだけどあのビーチ海の家クラブ化規制図子ねディスコってことですねそ<う>クラブクラブあの、うん、確かにね確かにねあのこの時期に行ったんだよね俺も2000何年だっけな 1年も2<年>1こ,こ,このちょうどこの頃ですねそうそうそう,そうこの頃がまだね若かった <laughs> 多少今よりは、うん、それでねえー、あサンバのお友達と言ったんだ海に、はい、でサンバダンサーとかさダンサーズたちとダンサーズたちがさやっぱりああいうサンバダンサーズの人って一応そういう傾向があってもう水着とか派手だよね

たなんかそのあたりでこの条例が出たんでちょっと珍しいまあ、思い出があるんでねちょっと採用したということでございます、うん、はい、はい、ということで二日目は法律でしたけどちょっとね皆さんの役に立てばいいかなと思いますコトコちゃんどうでした,面白,ったっここ面白かったですかここ。面白かったですぜひね一読していただきたいですね、はい、皆さんにもりましたじゃあそしたら二日目はこんなところにはい。どうもありがとうございましたありがとうございました